はじめまして、柳小春です。青蘭総合芸術院に通っています。自己紹介はあまり得意ではないので、これぐらいで。青蘭の天才と呼ばれても、私の心は満たされない。私をですか？私を演じる。ここは稽古場。はい、私はいつも一番後ろでお稽古を受けていました。お稽古の内容はここからでも頭に入りますし、できない方が。できない方が、前にいた方がいいと思います。私が口を開けば場の空気が悪くなってしまうことを感じていました。だから余計なことを言う前に人と距離を置くことにしたんです。気づけば私の周りには誰もいなくなっていました。私一人が頑張ればうまくいくことが多かったので、声のトーン、表情、仕草、私の演技が観客にどう届くのかを研究しました。一人で演じても舞台が成立するように。一人で何してるんだろう。発表会に出る演劇部なのかな。ええ、完璧です。はい、この空間で一番きらめいてみせます。天童マヤ、あの日見た天童さんの演技は一生忘れられません。圧倒的な存在感で舞台にいるのに、彼女は一人じゃなかった。私が口を開けば周りから誰もいなくなっていくのに、私が覚悟を口にすればみんな嫌な顔するのに、私と天童さんの違いは何だろう。ずっと考えていました。でも
私は青鸞に入って、鈴や氷雨と出会いました。あの二人なら、きっと私が胸の内に秘めていることを伝えても、同じものを目指してくれます。本気でぶつかり合えると思います。はい、私の家族ですか？父は建築家で、母は元アイドルです。私は4人姉妹の三女で、長女は家具デザイナー、次女は美大生。私が青鸞の舞台学科に入って、妹は青松の舞台創造科に入りました。仲はいい方だと思いますが、お互いに干渉しないで自分の芸術を深めていくタイプの家族かもしれません。私も私の舞台を極めたいと思っています。お会いしたかったです、天童真耶さん。私もです、柳小春さん。青鸞の天才と言われるあなたとやっと会えましたね。よろしく。簡潔に言っておきますが、私たちはスターライトをあなたたちからいただくつもりです。私たちこそがスターライトを上演するにふさわしい実力の見せ合いっこしましょう。タイトルをお願いします。春雷。春の雷いいですね。美しさの中の激しさ、行きましょう。さすがは天童さん、今のを返しますか？まだまだこれからです。はぁ、実力は互角といったところでしょうか。勝敗を決めるのは舞台にかける情熱。負けません、私だって。懐かしいな。あ、そういえばもうすぐ全国高校演劇選手権の時期。ちょっと時間があるし、演目でも探しに行こうかな。シェイクスピア、チェーホフ、ベケット、ブレヒト、有名な戯曲はたくさんあるけれど、今の私たちが上演できる演目は。柳さん。あ、天童さん。戯曲選びですか？ええ、次の演劇選手権用の演目候補を探していまして。なるほど、もうそんな時期ですね。この図書館は舞台関連の本が豊富にありますから、私もよく利用しています。そうでしたか。ここに来るとまだまだ演じていない戯曲がたくさんあることを思い知らされます。喜劇、悲劇、不条理劇、私たちが知らない世界がまだまだたくさんあるということですね。ええ、役を演じるということは知らない世界を旅すること。そしてその旅は終わらないということは、一生舞台少女でいられるということですね。少女？舞台に恋する気持ちがあれば年齢は関係ありません。あ、これはこの間賞を取った戯曲ですね。公演を見に行ったのですが、大変素晴らしい舞台でした。特に終盤にかけての畳みかけるようなセリフの応酬が見事で。私も見ました。戯曲から発せられる言葉が空間を満たしていました。柳さんもご覧になったのですね。やはりいい舞台を見ると刺激を受けます。本
本当に嬉しそう。舞台のことをこんなに楽しそうに話す人だから、私はこの人の演技に憧れたのかな。いつか、この戯曲を演じてみたいものです。え？いえ、何でもありません。天童さん。はい。私、負けませんよ。絶対。私も負けません。必ず。